これもまた貴重なやつなんですけど、これはコルト F2 というやつでして、三菱フォーミュラーの活躍は66年第3回日本本 GP に向けられたフォーミュラーグリルレースに F3 相当のコルト F3A を試乗させたところから始まった。 F3A はコルト1000のエンジンを改良した R20 勝ち型を搭載するマシンで、ドライバーにはそれまで鈴木でレースに出場していた望月慎を起用、試乗選手ながらも優勝を飾った。翌67年日本 GP にはコルト1500のエンジンの排気量をアップした 1.6 リッターのコルト F2A とコルク F3A を導入し、1位2位を独占、 F3 クラスも補正した。で、68年日本 GP にコルト F2B を用意、 F2B は新開発 DOC の R30 中型を搭載、コルトパワフルな R30 中型の効果は絶大で1位2位を得た。この2年のマカオ GP に春日市総合中が F22B で出場、リタイアしたが、マスコは最終ラップを記録。で、69年、フォーミュラが JAF GP として開催されたが、海外からも出場チームが重要されたため、コルトフォーミュラに続を試された。69年度版の F2C は 1.6 リッターで220馬力を発生。GP は加藤晴美が排気量で誇る海外勢をしのぐ3位表彰台を得た。その後、三菱は排気量を2リッターで上げ、R39B型として、F2GC で、まあ、活躍したということなんですね。で、これがコルトの F2 というね、まあ、なかなかの、迫力のあるね、まあ、車になっていて、いいなという感じ。裏もこのような感じでね、なっていて、結構ね、日本製でございます。ここ本来は羽がこうついてたんですけど、羽の部分がささかにもう50年以上も経ってるんで、なくなってしまいましたけども、まあ、なかなかのその当時の面影、を知ることができるんじゃないかなという点では非常に、ね、貴重な、大変貴重なね、まあ、お車ではないかなというふうに思います。なかなかの、まあ、仕上げた感じの車でして、まあ、こういった車というのは非常にね良いなといったものを、まあ、感じさせてくれるもので、非常に、まあ、私としても満足にいく、まあ、そういった車に仕上がってるかなというところでしてね、これは大変貴重な、車でございます。どうもありがとうございます。